越してくださいました。で、昨年の8月の29日に提訴、福島地裁に提訴されたんですが、私はずっと、福島の子どもたちに出会い続ける中で、本当に何が大事なんですかっていう本当と問いをこうずっと自分に子どもたちからいただいてたなと思うんです。で、大人としてやっぱりこの何か命か経済かみたいな、復興か、それともこう全然被爆はないっていうようなね、そういうなんかこう2つにこう分かれていってしまう中で、どんどん子どもたちが犠牲になっていくっていう姿を目の当たりにしてきて、いや本当にこの貞子さんってすごい人ですね。なんかなんというか、その原爆を落としたそのアメリカのその方のお孫さんとお兄さんがなんか出会われて、でそのそういうそのアメリカのこう日本原爆は正しかったみたいな、そういうことを表現しているところに貞子さんの鶴が置かれるようになったっていうふうに私最近ねニュースで聞いて、すごいことをした人だなと思うんですね。なんかこう敵味方に分かれてしまうものをつなげてくれてるんだと思って、で私は幸喜くんや福島の子どもたちのとっても辛い思いしていますし、知らなかったら知らないで辛いで、知ったら知ったでまた本当に悩んで辛いですね。でその子どもたちがこうやって保養に来たり私の近くまで来てくれて、本当に素敵な伸び伸びした姿で子どもらしさを取り戻してくださって、でこういう僕たちが向こうで24時間被爆しないといけないんだよっていうことを本当にこう体で存在で教えてくれて、で私もそれまで本当に何もしたことがないような普通の暮らししかしてなかったんですけど、何か本当にこう起きていることに自分が突き動かされるようにしていろんなことを始めています。で裁判にを訴えるっていうこともとてもハードルの高いことだと思うんです。でも子供を守るために本当に正しいことは何なんだっていうことをちゃんと司法の場でしっかりさせていくことが、これから先日本全体の子どもたちをいかに私たちが守っていけるかっていう道を開いてくれる裁判だと思うんです。でそこの本当にこう2人がこういう形で映画にもね本当にこう出てくれて、でこういう形で自分の避難移住された地域で皆さんとつながってこういう会をされたっていうことに、もう私も来て、そのことの意味っていうのはもう今日来てもう100倍ぐらいになりました。なんか本当によくやってくださったと思うし、いろんなことが今つながっていってると思うんですね。分裂、こうもちろん家族がこういうふうにこう引き離されることはあって本当に辛いことなんですけど、今度逆にこういう地域でこうつながらせていただくことで福島と全国がつながり、そして広島と沖縄と、それで世界をつないで、この映画の中に表現されたことも溢れるような内容だったんですけど、これはみんなにぜひ伝えていけることだし、伝えていかないといけないし、そして今日ちょっとお願いなんですけど、子供脱被爆裁判、とっても抑えられてるっていうか報道されないんです。というのは、真正面から、その最初の頃、一体、私たちの対応は正しかったんですか？この国が、あれだけの被爆がこう、後から分かってきたっていう、その中で、吉田さんもとても辛い思いをされたと思います。最初分からないですから、味もしない、痛くもない、何も分からない。火や水だったら逃げることはできるけど、放射能が襲ってきた時に私たち何もできないんですよね。で、それ、後から、あの時自分が知らなかったから子供を守れなかったのかもしれないというふうに思って苦しんでる人がもう、た
くさんいます。その人たちがでも声を上げれない、復興だ復興だって言ってその声を聞かない。その中で今上がってきている声をなんとか公のその裁判の場に出していくためにやってるんですけど、ところが今門前払いをしようというような状況にあるんです。今必死で署名活動と、それから弁護団もなんとかそれを中身に審議に入らせようと頑張って、今3回の口頭弁論、まだ門前でうろうろさせられているっていう状況なんです。で、もうなんとか2月の10、今度26日に第4回の口頭弁論あるんですけど、その時にはなんとかしたいというのがあって、それまでに署名を集めないといけないんです。たくさんたくさんの、今1万7千ほど の署名を集めていますけど、このことは口コミでしか届いていかないので、ぜひ皆さん後ろに今日お配りした中にもパンフレット入ってるんですけど、西日本は知らない人が本当に多いので、でそしてこれから何か汚染のある地域の子どもたちが保養したり、それからやっぱり体調が悪くなってこう避難移住しないといけない、そんな時に一番役に立つのが西日本だと私は思って、この裁判を応援するとともに、これから生きていける場所を守り、そして人々を温かく受け入れ、なんか新しい生き方を私たちが始めれるような、そんなきっかけになる裁判ですので、ぜひ後ろの方に署名もありますので、よろしくお願いします。なんかまとまらなくて、本当になんかもう自分のできるいっぱいいっぱいやってくれてる幸喜くんや吉田さんや、そして私たち本当に普通の人が今立ち上がらないといけないなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。お時間いただいてありがとうございました。今このレナ通信と一緒にご支援いただいた250人ぐらいの方にお礼と DVD を今日か明日発送して送るんですけど、裁判資料もよかったら一緒に入れて、こういうことがあるんだという形で送らせていただけませんか。ありがとうございます。なんかそういう形で、まだまだ小さいんですけれども、メディアになってなんかこう伝えられるこう大きな力に負けない温かいこうネットワークを、こういう映画作りなどを通じてできたらなって本当に思っています。あとレナ通信の後ろに書かせていただいて、貞子の鶴の本当の価値ということを、ありがとうございます、皆さんに伝えたいんですけど、すごいんですよ。すごく正弘さん、おじいさん心の広い方、ゆうじさんも心の広い方で、アメリカにも寄贈して、イランにも寄贈して、ブラジルにも寄贈して、アメリカは真珠湾のパークがあるんですけど、真珠湾にも貞子さんの鶴の展示があります。今年の夏行ってきたんですけれども、アメリカの、真珠湾のアリゾナパークっていうのは、日本軍がいかにこう姑息でひどい襲撃をしたのかっていう展示場所なんですよ。そこに一つも日本に対する空襲があったこともないですし、アメリカ側がやった攻撃の記録っていうのはゼロなんですよ。そこにで貞子さんの鶴があって、広島長崎という体験があったということが写真とともに展示されてるんです。私ちょうど行ったのが8月9日だったんですけど、私が日本人って分かったら、受付の退役軍人の方とマネージャーさんといろいろお挨拶したんですが、謝ってくださったんですね。今日は長崎の日です、ごめんなさいって。なんかそういう心が鶴があることによって生まれていくんですよね。大きなシステムがいきなり変わらなくても、一つの鶴がこうやってなんか人の心を変えていくんだという気がして、で佐々木家は本当にアメリカの保守政党とのつながりもあったり、海軍との空軍とのつながりもあったりする中で、私が社民党から出るなんて言ったらどうなるかなと思いながら、昨日最初にご報告したんですよね。そしたらね、
本当に心の大きな方、そうですか、よく撮りましたねって、DVD も見てくださって、本当に頑張りましたって言っていただいて、で、抵抗勢力は大事ですからねって、頑張ってください、また、どうなったか報告してくださいねって言ってくださるんですよね。私、とってもびっくりしていて、そして、本当に心の大きな方だなって。なんか今、どんどんこう、喧嘩し合う方向に世界が向かってると思うんですよ。中東の人たちと先進国、欧米諸国の人たちもテロリストだと、ムスリムを見たらもう殺せって世界ですよ。なんか私ちょうどこの貞子の鶴が完成したら1ヶ月もしないでアラビア語版ができて、この間つい3週間ぐらい前にパレスチナっていうところに行ってきて、パレスチナの国立劇場で上映会をしてきたんです。アラビア語版の翻訳をしてくださったのはパレスチナ の, 大使館の方、正確に言うと国だって認められてないので日本では代表部って言うんですが、国連は国だと認めています。なのでエンバシーと私は表現してるんですけど、そこでは本当に日常的に戦争がどんどん起こっていて、1週間の旅の間毎日そのアラブのムスリムの方、ムスリム以外にもアラブの方いらっしゃるんですけど、の家の1キロ近くで20人イスラエル兵に殺されたと。で、夕ご飯食べた次の日の朝に開口一番それなんですよ。で、大きな大人の男性が目の前で泣くんですよ。で、ある映画館から歩いて5分の病院では、ヘブロンっていうところでも上映したんですけど、そこではね、病院があって、病院に深夜3時20人のイスラエル兵が入ってきて撃ったので、普通の患者さんがたくさんいるところです。で、最初お医者さんは、あ、女の人の声だって、あれ出産かなって思ったんですよ。総合病院で大きな病院です。そしたらそれは出産の産声ではなくて、女性が逃げまとう、銃から逃げまとう声で、で、ある病室に入ってね、手当たり次第打ったんですよ。その中で一人亡くなったんだけど、27歳のパレスチナ人の男性がテロリストだと言われて亡くなったんだけど、その男の人のいとこの男の子は14歳でさ、それを一部始終見てたの。目の前で自分のいとこが撃たれ、殴られ、それを見ていて、で、その子にインタビューしたの。で、その時の映像を、その目撃した人たちが、スマホ使ってんだよね。スマホで当時の写真を見せてくれて、とってもショックな血だらけの体なんですよ。で、それ見た時に男の子の顔がね、固まってるの。何があったか喋れないんだよね。で、周りの人がこういうことで、バスルームに入ってた、ハモン君が上がったら、いとこが殴られ、殺されかけていたという話をしたんですけど、私、その彼をカメラ回しながらインタビューした時にすごい感じたことがあって、それは、この映画の中で、米軍が持っていた、広島、長崎のカラー映像があったじゃないですか。で、私も編集しながらびっくりしたんですが、やけどをそのまま裸にさせられ、前横後ろとまるでモルモットみたいに記録されて、それをうんって怒ってる子供の顔があったと思うんですけど、私あの子の顔忘れられなくて、もうあの子は大人になっておばあさんになって生きてるかどうかわからない子だけど、なんかカメラ越しに助けてって言われてる気がしたんだよね。で、その14歳のパレスチナの男の子の顔は同じ目をしていた。誰もそこで戦争があっても報道してくれないっ